急なお呼びかけにお集まりいただきましてありがとうございました。本日午後2時に江東区内の認可保育園で勤務している保育士、今女性でございますが、新型コロナウイルスに感染していることが判明いたしました。この間の経緯ですが、この保育士は、1週間体調が優れなかったことから、勤務する園を通じて江東区の保健所に相談がありました。江東区の保健所からお住まいであるその自治体に連絡をしたところ、保育士であるということを踏まえて、検査をすべきだということで、昨日、3月6日に、PCR の検査を行ったところ陽性であるということは今日2時に判明をいたしましたので、お知らせをさせていただきます。この保育士さんが勤務する保育園は100名を超す定員のある保育園です。当然認可保育園でございますが、本区としては子どもたちの感染拡大防止のために、厚労省が出している通知を踏まえて、当該保育士が勤務した翌日から起算して2週間、3月6日から3月19日まで、この保育園を臨時休園とすることといたします。休園の実施や期間、また休園中の園児の健康観察や連絡先などについて、すでに園を通じてそれぞれの保護者の皆さんに連絡をいたしました。また今後保育所において園児の健康状況について確認を行ってまいります。また感染症対策として園内の消毒をすぐに実施をしたいと、このように考えております。以上、私からは以上でございます。はい。これから皆様からのご質問をいただきたいと思っておりますが、ご質問の前に社名とお名前をお願いをいたします。それではご質問ございますでしょうか。日本テレビの長谷川と申します。はい、まず最初にお伺いしたいんですけど、こちらの保育園の名前教えていただけないでしょうか。いや、これはね、やはり個人情報の関係もありますんで、区としてはこれを申し上げるわけにはいきません。で、次に今後の対応なんですけれども、園内の消毒を実施したいと、先ほどおっしゃってましたけど、はい、いつ行うんでしょうか。週明けから早速入りたいと思ってます。じゃあ明日ではなくて月曜日から。明日できればしたいですけどね、まだ今日のことなので、どのような、例えば専門業者をお願いするにしても明日というのはなかなか難しいかもしれませんので、できれば月曜日からしたいと思ってます。続いて定員100名を超す大きな保育園だと思うんですけれども、現時点で例えば症状があったりですとか、なんか自覚症状がある保育士だったり園児の方はいらっしゃるんでしょうか。そこまで全部確かめておりませんけれども、たまたま、昨日の確認したところでは熱があってお休みをしている園児さんは1人いらっしゃったようです。それが、そのコロナなのかどうかということについてはまだ分かりません。この方は東京都外在住ということなんですけれども、園までの、勤務の行動ルートだったりとか把握しているところがあれば教えていただきたいんですが、交通手段。20代ということです。で、女性ということなんですけれども、通勤しているそのルートについてはまだ定かではありません。テレビ朝日の浦壁と申しますが、この女性の居住地っていうのは東京都外と申しますけど、どの自治体なんですか。この女性の居住地についてなんですけど、はい、どの自治体なのかっていう、どの自治体かって、はい、これもですね、
個人情報の関係で明らかにすることは区からは申し上げられないと。コロナに関連する情報を、教えていただくにあたってよく当該の方の了承が得られないとっていうふうによくおっしゃると思うんですけど、この女性からその公表しないでほしいっていう話があったのか、その江東区の判断として出されたのどちらの区の判断としてですね、まだその女性と詳しくそのどのような状況で感染したか、あるいはどういうルートを通って通勤しているか、症状どうだったか、そうしたことについてはですね、まだ深く聞いておりませんので、今の段階で分かる範囲で先ほど申し上げた通りでございます。ありがとうございます。千葉県の方がですね、今日明らかにしていることとして、東京都内の保育園に勤務する20代の女性保育士、松戸市に住んでいるそうなんですけど、その方ではない、同一の方です。さあ、それは分かりません。あと先ほどどのような状況で感染したか分からないということでしたけれども、何か心当たりとか、そのご本人は何か話されていることはどうですか。区としてですね、その女性とコンタクトをしっかり取って説明とか、そういったことを聞いてるわけじゃないんで、詳しいことまだ入ってないんですね。これからです。まず症状で重症とか軽症とかそういったことは何か出ますか。それも詳しく分かりませんがね、本人がこの資料によりますと、園の方に通ってた日にちが何日かあるわけですよ。で、いつだあれは、最後は5日の日なんですが、3月5日、出勤したけれども体調はあまり優れないということで、そこで、病院にも何回か行ってるようですけれども、そうやって通勤して来られるということは重症じゃないというふうにこちらはそう思っております。